この番組は高崎市の企画提供でお送りします。毎回高崎市の旬の話題をお送りする高崎もぎたて情報。今回は吉井町で生産されるキウイフルーツを紹介します。高崎市は年間を通して果樹生産の盛んな土地。梅やあんず、梨やプラム、桃などのみずみずしい果物を味わうことができます。現在栽培している、また出荷している品種はヘイワードです。栽培面積につきましては約25アールです。昭和57年ですかね。ですから今年で37年になります。キウイフルーツの原産は中国と言われますが、1904年にニュージーランドに持ち込まれ品種改良が進み、現在のキウイフルーツになったと言われています。キウイフルーツは絡みやすい性質を持った植物なので、このその年に伸びる、芯がですね、この棚や枝に絡みやすいので、年間を通してこう剪定をしてあげる、そうした作業が必要となります。またですね、大事にしている作業の一つとして受粉の作業があります。雌花の開花日数っていうのは年間3日前後です。でそうした中、雨にも左右されますので、その中でこう確実に受粉をさせてあげるっていうのが大事な作業になります。またその年の受粉の出来栄えによってですね、キウイの大きさが左右されますので、収穫量にもですね、影響を与えますので、大変苦労する作業の一つです。キウイフルーツが日本に輸入され始めたのは1960年代で、比較的栽培しやすいことから国内でも生産が盛んになりました。お店などで選ぶ時のコツですけれども、よく力こぶしを握った時の、弾力くらいのものが食べ頃と言われております。また食べ方ですけども、半分に切っていただいてスプーンで食べていただくのが手軽で、無駄の出ない食べ方かなと思います。またヨーグルトと一緒に食べたりとか、サラダにして食べるのもですね、果肉の緑が引き立ち、見た目にも美味しい食べ方ではないでしょうか。キウイフルーツにはビタミン C が多く、カリウムも豊富に含むことから、風邪や高血圧、動脈硬化の予防が期待されているのだそうです。また食物繊維を豊富に含むため、便秘改善にも有効。ビタミン C との相乗効果で美容効果もあるそうです。これからが国内産キウイの旬を迎えます。ビタミン C をはじめ、栄養素がたっぷり詰まった甘酸っぱくて美味しいキウイフルーツをぜひ皆さんたくさん召し上がってください。この番組は高崎市の企画提供でお送りしました。